どうも、このまるです。キタロです。今日は AN オーディションザ・ハウリングフール完全版エピソード7について話していきます。今回もいろいろ盛りだくさんだったね。いや、こんな後半で畳みかけてくることあるみたいな。そう、すごい大事なことをめちゃくちゃ言ってきたじゃんみたいな。ね、まあいっぱいあるよね、言いたいことね。で、まずひとまずはさ、無事ファイナル進出したね。いや、まあするだろうって多分誰しもが思ってたけど、なんかデビュー白紙とか言って、いや、嘘やろでしかなかったじゃんみんな。そうだね、ちょっと茶番気味だったよね。うん、でもなんかさ、なんかみんな結構思った以上にやっぱ不安そうだったし、言っても、うんうん、うんだったし、やっぱあの円サークルっていうの、あの円ボール入れるさ、うん、謎の装置をさ、うん、ボーンってさ、なんか用意して、わざわざ用意してそこに玉入れ てしかもあの玉もさ、結構ゆっくりぐる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 みたいな、カラン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 みたいな、もうすごい時間かけるじゃんみたいな。あの演出受けるよねマジで。そう、しかもあのためだけに作ったんだろうね。ね、でさ、それでいてさ、その下にさ別にエンディングがあるわけでもなくさ、なんかさ起きましたって言ったらさ、なんかもうみんなこれあれもどっか行って、みんなさ横にずれて、うん、そしたらさ、過去一のさエンディングの登場の仕方すごいご登場のされ方だったよね。いや、ほんとめちゃくちゃ神々しくてさ、後ろから光すごくて、何これと思ってさ、エンディングさんこれから曲披露するみたいな。そうそうそう、なんか今までのみんなのステージよりも派手だったよ、演出的には。わかる、登場めっちゃすごかったね。何これと思ってさ。まあでもよかったね、あの 100% ってなってみんながさ本当に安堵してたしさ。うん、いや、そう、いや、なんかいろいろね、まあその運営にはね、なんかちょっと思うことはあったとしてもよ、うんうん、ね、やっぱみんなね、まあ、ケイ君たちのデビュー組含め11人のさ練習生たちがさ、もう喜んでる嬉しそうな姿見て、なんかやっぱ嬉しかったよねこっちもね。いや本当にそう、なんか、うん、こちらはさ絶対ファイナル行くから大丈夫だよってもううっすら思ってたけど、なんかそんなこと言っちゃいけんなって思ったよね、うん、まあ思ったんだけどさ、うん、思ってた。わかる、そう、よかったねと思いつつ、大丈夫だよ本当は、大丈夫だったんだよ最初からって思ったけど、もしかしたら彼らももしかしたらうすうす気づいてたかもしれないけど、うん。にしてもね、やっぱり当の本人はね、やっぱ不安っちゃ不安だよね。ね、まああとそれでいてやっぱね、ケイ君たちもね、まあ、白紙にならずちゃんとデビュー決まったからね。いや本当に白紙になったらマジで暴動だったし、本当に、うん、ほっとしたみたいな感じだったじゃん、なんかインタビューでさ、いやそうだろうねみたいな、そうだよねみたいな、うん、ごめんね待たせてみたいな、なんかもうそんな気分、うん、ね、本当に本当に。そう、なんかさ、来週がファイナルかと思いきや、まさかのファイナル2週後の9月3日の土曜日、しかもなんか生放送っていうか、しかも観客ありみたいな、なんかえ、そんな2週間後のことそんないきなりみたいな。いや、そうそうそう、でもさめっちゃいいよね、なんか行けるなら行きたいよね。ね、ね、応募してみたいね。うん、しかもさ投票あるから。いや、そうな、なんかさ、え、めっちゃワクワクするし、なんなら最初からやったらよかったんじゃないってちょっと思っちゃって、ね、いや、わかる。いや、そうだってさ、このエピソード7公開されてさ、今日のお昼に、うん、なんかそっからの盛り上がりっぷり過去一だよねこれも。なんか A オーディションの盛り上がりっていうか、この波が来た感じ、熱が、うんうん、やっぱ参加型って燃えるよね。いや、そうなん、結局アイランドだって参加型になってからすごいみんなわーみたいな感じになったから、なんかすごいファイナルでこんな急にやるんかみたいなね、なんかさ予想をちょっとしづらいよね。ああ、そうだね、今までのこのね6話7話まで見てきた中でさ、いろいろ予想あれこれってわかるけども、ファン投票入ったらもうファンダムの動きどうなんだろうとか、そういうことも考えなきゃいけないしね。うん、しかもなんか日本だけならまだし、もうグローバルだから、だからそのグローバル人気がどういう感じなのかもよくわかんないじゃん。そうだね、わかんない。今までさ、その投票制じゃなかったから、ファンの声とかもなかなかわかりづらかったしね。確かに、ここへ来て、難しいね。ね。うん、まあ、そのデビュー予想みたいなところがさ、まあ、うちらそういうの、ちょっと本当申し訳ないけど大好きだからさ、そうそう出そうと思うんだけど、まあでもやっぱどうなるかわからんよね、本当に投票でどうなるんだろうみたいな。うん、一気にわからんくなったよね。でしかも、うん、生放送投票もあるじゃん。確かに、そうそうそう、事前投票が全体の 20% で、
生放送が 10% か、うん、30% ぐらいが視聴者に委ねられてるところなんだよね、うん、そうだね。だからなかなかすごいよね。だから生放送も割と 10% とはいえ事前ってさ、この何日間もかけての累計で 20% だけど、うんうん、最終のグローバル投票はその1日だけで 10% だから、うん、割と比重大きいっていうか。確かに。あとなんかスペシャルプロデューサー評価とか言ってさ、全体の 30% で1人当たり多分 10% ぐらい影響あるってことでしょ。そう、めちゃめちゃ重要なポジションじゃん。誰来るんやろと思ったらさ、ジコさんとか来ててちょっといいなってなったよね。なんかそうで、ジコさん結構オーディション番組絡みあるね。なんアイランドで最初トレーナーだったからね。そうだそうだそうだ、急に第2部でいなくな、あの平気行かれてしまったから。そう、うんうんうん、あれだったけどさ、一部はさ、ジコさん結構がっつりピさんと共に一緒にやってたから、まあ、てかあれだよね、ジコさんがそもそもあのハイブなんだよね。あ、そう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 だね、そうだね。だからなんか意外と気軽に来てくださって、はい、だって、そう、ジコさんの話申し訳ないけどさ、ジコさんスメンパでもさ、うちらの動画もね、スメンパにもなんかちょっと登場されてたりするんよ。そうだね、大活躍ね。まあちょっと昔の話になると、プエクで曲提供してくれたりね。授業。だからジコさんも10ポイント持ってると。うん、 10% そうだね。そっかそっか、 10%。 うん、であとはね、まあ今までやってくだ、今までもねずっと番組に出演されてたプロデューサー評価が 40% か。まあだから、まあ、一番見てきた方たちが一番比重多いっていうか。うんうんうん、そうだね。だからゴラーっていうのがもしかしたら聞けるかもしれないんだよね、生放送でも。いやもう最終回で怒られてたらやだよ。てかコラは私が言ってるだけだから、だからさ。いやいや、また喉痛めるよ。まだ痛いのよ。だから朝倉先生節もね、最終回まで見ものっていうか。あとさ、個人的にはさ、この間あの韓国記事の紹介で、あのハイブの83ズプロデューサーのソンドゥクさんとピドクさんのあのインタビューみたいなのさ、うちらちょっと取り上げたじゃん。なんかちょっとそれでさ、うん、若干軽く彼らがハイブになんかこういう風にさ絡んでって入ってったんだみたいなさ、また BTS どうやってこうやって作ってったんだみたいなとこの話を聞いたから、ちょっと愛着持ち始めとるね。いよいよ、うんうんうん、わかるわかるわかる。で彼らさ来日するからさ、ソンドクさんなんてさ最近さ評価にいなかったじゃん。うん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 、なんかリモートだったり、なんならちょっと出れずにごめんねジョークみたいなやつとかあったり、うん、そうだから東京でソンドクさんとかピードクさんに会えるんよ。ちょっと楽しみだよね。会えんか、観覧戦役もんね。そもそも抽選で当たらんけんもんね。でもそうだね、来てくださるってことだよね。うん、うん、まあ見れるかは分からんけど、なんか見る機会ある方いたらちょっとさ噛み締めてほしいよね。そうだね、ね。しかも確かにあのインタビュー見てね、すごい信頼感っていうか、結構本当にちゃんとねどういうグループ作りたいのかとか構想とかも分かったから、うん、うん、まあすごい真剣に考えてくれるだろうし、最終のこのデビューメンバーが前回のアイランドみたいに視聴者投票がほとんど、残り1枠がプロデューサーが決めるみたいなやつだったから、またそれとは全然違うもんね。もうプロデューサーの影響も最初からちょっと強いし、だからあの行こうとしてる、なんだろう、今のデビューメンバー決定してる4人との相性みたいな、調和みたいなところの視点で結構選んでくださるみたいな感じだもんね、うん、そうだね。だから割ともう本当結構重要っていうかね。てかでも一つ思ったんが、これ予想なんだけど、どういう結果になっても多分プロデューサーと視聴者投票の結果の乖離がちょっとあると思うよ。うんうんうん、そうだね。だからそう、デビューメンバー決定した後になんか若干ありそうだよね。なんか若干出るよね。そうだね。だからもしかしたらその視聴者投票で1位とか2位とかだったとしても、プロデューサー評価が、まあ、下だったら、まあ、そっちの方が比重重いからプロデューサーの方が優先されるじゃん。まあ多分分からん、うん、点数によって分からんけどどうなるかね。うん、でも確かにそういうところでねズレは生じそうだね。うん、だからこんな人気なのになんでデビューしないんだって言ってまた暴動起きそうだから、なんかそこがちょっと、うん、ありえるかなみたいな。確かに、まあそこはそうだね、そこは切っても切り離せないっていうか、うん、完全に視聴者投票じゃないからね。そうそうそう、うん、そこがちょっと気になるところかな。うん、うん、そうだね。だから同じ意向だと一番平和だよね、なんかファンの意向とプロデューサーの意向とみたいな。うんうんうん。あとはさ、7話の、まあ、感想で言ったら、
なんか練習風景で特に思ったのがさ、割と相馬さんが、相馬プロデューサーが結構頑張ってるというところが見れて、相馬先生ってなった。わかる。なんかさ、ここなんか前回からさ、前回ぐらいからなんか相馬株みたいなのすごいよね、なんかそうな、急になんかいよいよメンバーというかその練習生たちとなんかちょっと円組んで話してとか、なんかそう、うん、結構距離感も近い感じで、そう、え、前からあったみたいな、なんかそれとも今回急になんかやばいと思って、やばいでというか、なんかもっと応援しようみたいな気持ちになってやられたみたいな。うんうん、ねえ、まあ、もし相馬さんの中でのなんか気持ちの変化があったのか、まあやっとそういう表に出てきたんかね、今ずっとやってらっしゃったけど表に出てきたんか、うん、まあ分からんけど、でもすごく良かった。なんかステージにさ立ってさ行って、なんかマイクの持ち方とかさ、いやこっちの方がいい、うん、こっちの方がいいとかさ、もう直々に指導してたりとか、うんうんうん、え、すごくいいじゃん、キュンってなったもん。そうだね、なんかやっとそういうさトレーナーのさ愛みたいなのがあるとこちらもさ、うん、なんか嬉しいって思うから、やっと見れたねって思って、うん、こらーってなったん。坂井先生はずっとなんか見守る感じだよね、なんか可愛いちょっとオタク要素あるよねそうそうそう、すごい同じ顔するときあるもん、桜先生と俺、なんかなんか原くんが可愛いときだと、なんか俺もニコニコしてて、なんか映った桜先生もニコニコしとってみたいなでもまあそうだよね、結局さプロデューサーのさ評価が一番比重大きいっていうかさ、デビューメンバーの決定にさ必要だから、やっぱりもう重要人物だもんね、うん、だからやっぱりもっとね入り込んで知ってもらって、うんうんうん、やっぱしていただけたらいいよね、うんうん、あとはさステージ4つぐらい、まあ、結構1時間の中に4つも見せてくれたから、割となんか、うん、あ唐突だなみたいな感じの展開ではあったんだけど、なんか私はねブラックスワン、チーム B かな、 B チーム、 K 君いるチームのブラックスワンのパフォーマンスがねめちゃくちゃ良くて、まあ光くんのバレエ要素だったり、あとアクロバティックだったりね、コンテンポラリー、太郎さん好きだからさ、大好きね、いやだからそれがめっちゃ良くて、てかすごい好みで、あと K 君めっちゃ周りなんか操ってたね、うん、下の方々を操っててすごいぽいと思ってわかるわかる、敵役ってなったよね、うん、まあだからそういうパフォーマンスが良くてさ、こうやってエンボールがさエンサークルにいっぱい入れられてよかったねっていう、ですごい豪華な登場されてエンディングがまあでも何はともあれ本当よかったよね、うん、でねファイナルのこともさいろいろ発表されて、なんかいよいよねなんか佳境というかデビューメンバーもね決まるから、だからさ次のエンオーディションが楽しみだよね。そうだね